便秘がちで4、5日ぐらい便通がなかったりとかで、もうお腹が膨張しちゃって痛かったり、あとはちょっと健康診断でもコレステロール値が高かったりとか、そのせいで体調があんまり良くなかったですね。장 건강을 지키면서 체중을 감량한 비결. 바로 마코씨의 식단인데요. 요요 현상을 막기 위해 수고스럽더라도 모든 끼니를 손수 요리한다고 합니다. 아또 塩麹 焼き, 鮭の塩麹焼きは 簡単 で, この塩麹をつけて10分置いて、あとは10分置いたら小麦粉で焼くだけなんですけど、塩麹って発酵食品なので、これも酵素ですよね。마코시표 건강식단의 핵심은 바로 효소. 酵素で一番いいと思ってるのがこれ、大根おろしなんですけど、これって日本人は焼き魚に必ず添えて食べるんですね。で、さっぱりしてるし、で、大根おろし、大根がいいのは、まずおろすと酵素がなんか2倍効くらしいんですね。これはべったら漬けって言って日本でよく食べられるんですけど、大根を米麹で漬けてる漬物なんですけど、いつもこのように酵素の食品をよく食べてますか？でんぷん質のものとかタンパク質のものとかお肉とかご飯とか食べたら必ず酵素を食べるようにしてるので、冷蔵庫の中が酵素だらけになっちゃいました。효소가 풍부한 나토와 각종 절임 음식은 마코 씨의 냉장고에서 빠질 날이 없는데요. 조리를 할 때는 재료 본연의 맛을 살리는 것이 그녀의 원칙. 담백하고 소화가 잘 돼서 속을 편안하게 만든다고 합니다. 드디어 완성된 영양 만점 효소 밥상. 이젠 먹어볼 차례죠. 그런데 식사 전 타이머부터 맞추는 마코 씨. ゆっくり噛んで食べれるように、20タイマーで20分セットして、20分かけて全部食べれるようにゆっくり食べます。2년 전만 해도 급하게 먹고 과식과 폭식을 반복하는 등 식습관에 문제가 많았다는데요. 과거의 실수를 반복하지 않으려는 자구책인 셈입니다. 그럼 마코 씨에겐 또 다른 다이어트 비결이 있는데요. 식사 후에 꼭 챙겨 먹는다는 이건 뭔가요? これはカムート酵素です。これ飲むようになってから便秘と消化不良が良くなって、あと調子も良くなって元気になりました。그간 체감했던 변화는 검진 기록에도 나타났다고 합니다. この3年前のがちょっと悪かったんですけど、この脂質異常と、あとは心電図がちょっと F 値が出ちゃいました。で、それからどうなったんですか？それで次の2年後の健康診断の時に、その悪かった脂質が A になりました。とても良いって褒めてもらいました。あと、この血糖の方마코 は、씨가 건강을 되찾는 데 도움이 됐다는 카무트.